で迎えた4回、この回から西武の2番手松坂がマウンドに上がりました。4回5回と全投球をご覧ください。まずは井上です。まあ甘いですよね、はい、まっすぐ、まあ、ボールは走ってるんでしょうけども、まあ、まだまだ甘いなと、コントロールはね、レフトフライに抑えましてワンアウト。続いて筒井ですが、1球目ボールです、松坂というのは高校の時からずっと先発だと思うんですね、はい、だからその2番手で出てきたという紹介がありましたけども、非常にあのゲームをの流れというものをつかむのがね、はい、非常に難しいんですよね。あ、なるほど、145キロが出ました、どうですかこのピッチング。ただね、ちょっとバランスは今日は悪いような気がしますね。あ、松坂投手にしてはつく足がね、はい、ちょっと不安定ですよね、ただやっぱり速い球というのは武器ですね。抑えますもん、ちゃんと、ライトフライでツーアウト。しかし新人離れしているというか、あの辺りでの守っている先輩たちに対してツーアウトって指でサイン出してるからね、ちゃんとね。なるほど、ああいうところはやっぱり、なかなかできないもの。できないと思う。自分だったらもう手が震えちゃってスリーアウトかなと思って帰っちゃってるかもしれないね、ベンチにも、続いて鈴木と対戦します。ここら辺で、ね、変化球2球続けましたね、で1球目は甘い変化球、2球目はね、おそらくボールになってもいいというつもりでね、投げたのがいいところに行ってる、ここら辺ですよね。普通高校生じゃできないような技ですよね。ツーストライク。3球目ファール。ただこういうところなんですよ、プロはツーナッシングを追い込んだ次ボールを見せといて、次の球で勝負という形なんですけども、全力で投げたら、ど真ん中に行った、ここら辺やっぱり修正しないとダメでしょうね。なるほど。そして4球目ピッチャーゴロに抑えまして、4回を3人で抑えました。ただ松坂の中でボールを投げるのもったいないようなバッターだったのかも分かりませんよ、見た感じ。そんなことまで考えてますか、だからもう3球で行ってやれっていうような感じで行ったのかも分かりませんけどね、それでも今はキャンプで練習したフォークをもう今いきなり投げましたね、今のフォークだったんですけどね。5回のピッチングです。まずはリーです。あ、これもフォークだ。続く2球目ですが、サードゴロに抑えます。これもね、甘いボールなんですけどね、バッターがね、松坂だというね、名前負けしてるような名前で気負ってる部分っていうのがありますよね、バッターが、だから必要以上に力むんですよ。松坂の方が貫禄がありますからね。貫禄がありますね。貫禄を感じますよ。今なんかリーなんかもうレフトスタンド見てるもんね、松坂から打てば自分が明日の新聞一面だと思って振ってんじゃないかな。いやいや、そういうあれはあるでしょうね、そういう開き方してる、そんなことも考えてますか。続いてのバッター神野ですが、1球目変化球ボールになりましたよね、はい、2球目もボールです、この今の球はしかし松坂らしい球だね、いい回転してるね。ただノーツになったでしょ、こっからなんですよ、こっからね、まっすぐ待ちなんですね、バッターはね。だからどういう風に攻めていくか、このバッターをね、いいとこ投げましたよね。この辺が新人ではなかなか難しいところですか、ただインサイドに突っ込んでいくっていうのはね、勇気はいるんですけどね、プロのバッターに。でも思い切りがいいですよ、やっぱり今の1球でいろんな球が投げれるようになったわけね、もうね、アウトコースのスライダー、バッターとしてはね、まだまっすぐ待ちですよね。でここでも変化球でトンと取れる、ここら辺もね、さすがに甲子園で優勝した投手だけあるなという感じはしますね、爆発が踏んでるなという感じはします。ボールが先行しながらも、2-2 となりました、そしてスイングアウト。もうこうなったら迷いますもん、バッターが、変化球で来られるのか、速いまっすぐで来られるのか、精神的にも勝ったなという感じなんでしょうか。いや、もう追い込んでますよ、逆にね、このなんかね、もう一軍でもうすぐ通用する球ですよね、立派な投球です、これは。そして続いての対戦が注目のルーキー福留ということになりますが、ただね、受ける雰囲気がね、やっぱ松坂の方がいいんですね、
見た感じ、ルーキー同士でも、注目同士でも、やはり松坂が勝っているということでしょうか。これね、まっすぐ狙っててまっすぐ空振りしてるんですよ、146キロ、今日のマックスです。そして2球目ですが、しかしやっぱり相手が福留めときたときに、それに対戦したときに一番速い球がそこで1球目に出るっていうのはすごいね、そういうも体の中で持ってる雰囲気とかね、お互いに力が入ってるでしょうかね、そして2球目ピッチャーゴロ、この対戦は、松坂に軍配が上がったというところですね、この回も三者凡退に抑えました。観客からもね。